はい、宇佐のマチュピチュ展望所へやってきました。はい、実際にねこの目で見てみます。写真はね確かにそれっぽいんですよ。じゃ実際どうかと。この上からね。天空の位置。マチュピチュの本物のマチュピチュの説明ですね。マチュピチュに似ていませんか。だからね、これ実際のマチュピチュですね。こんな感じ。はい、でここから見てみましょうか。はい、こっち側かな。どうだろう。ちょっと見えないかな。まあ、棚田はね確かにあるんだけど、棚田って言うんかなこれ。棚田。こっちは所々棚田があるからそういう風に見えるのかな。あと山がね、こっちは違うね。西シーヤ集落、ここだろうね。こちら見えるとするね。ここはちょっと、うん、そうだね、確かに。ここだね。まあ、この辺がね、やっぱり見方によっちゃ。まあ、見えなくもないかなっていう感じですね。まあ、霧とかで立てたらね、マチュピチュに見えないこともないかもしれない。ただね、マチュピチュはあの山のね、ほんと頂上だからね。この大きい、この山があるけど、それが多分、この奥に見える、まあ、これなんですよね。このイメージとしてね。
まあこんな感じですね。まあこれは本当見た人の感覚によりますよね。まあ、個人的にはちょっと見えないかな。まあでもやっぱりね、条件次第と思いますね。霧が立ってたらね、マチュピチュに見えるかもしれない、本当に。これだけ。あ、でもあの山すごいね、なんかボコってなってる。じゃあこのガードレールから見下ろしてみましょう。はい、こんな感じです。